こんにちは、さなきちです。今日もご視聴ありがとうございます。さなきち、自分を大切にするラジオを始めたいと思います。それではラジオスタート。こんにちは、第181回さなきち自分を大切にするラジオのお時間です。はい、このラジオはスーパー敏感肌でアトピー持ちのさなきちが毎週水曜日21時にみんなからのお便りやお悩みに答えたり、等身大の自分を大切にするためのヒントをお伝えする楽しくてちょっと元気が出るラジオです。お便り、お悩みの投稿は動画の概要欄にフォームと公式 LINE のリンクを貼りましたので、そこからじゃんじゃん送ってください。チャンネル登録と LIKE ボタンもぜひよろしくお願いします。はい、それでは始まりました。オープニングトークね、植物の話。見てください、この可愛いハイビスカスをこれはね、どうしたかっていうと、こっち本体ね、このつぼみがポロって落ちちゃってコップに入れておいたら咲きました。でね、これ私がやったんじゃなくて、夫がね、ブラインドを閉めるときにポロンって落ちちゃったんだって。で、家に帰ってきたらさ、コップにつぼみが入っていて、あれどうしたのって言ったら、落ちたからかわいそうだから水に入れといたって言ってね。そしたら咲いたのよ。私咲かないんじゃないかなと思ったら咲いて、びっくりして2人で喜びました。これね、それとホノルルマラソンへの道、ホノルルマラソンへの道に先週は1回も走れませんでした。なんか忙しくて、というのもあのズンバの発表会があったから、もうそっちに全集中して練習三昧してたのね。家でも練習したし、サークルも2回行って練習して、それでね、行ってきました、発表会。すごい楽しかった。だいたい200〜300人ぐらいいるのよ。17回ぐらいこうチームがこう出てね、ローテーションしてこう出てくるんだけど、それで200〜300人いる前で舞台に登って踊ってきました。もうそれがすごい楽しかった。もうめっちゃアドレナリン出まくって興奮しました。なんかね、あの他のサークルの人が出たら癖になるよって言われて、それがね、よく分かった。舞台で踊るっていうのはこんなに気持ちいいなと思って。でその日はね、朝、2時間ぐらいズンバ、自分が舞台で踊るのの他に他の人たちが踊ってるのをステージの下でもうエクササイズずっと1時間半か2時間ぐらいして、午前中ズンバでしょ。でその日の夜サークルもあったから、夜90分エアロビとズンバして、もうヘトヘトに疲れました。体力がねついてきたとはいえ、1日ずっと動き続ける、運動する体力まではないんだなっていうのはね、よく分かって、もっとね元気に、まだ元気になろうとしてるんだけど、もっと元気に動けるようになりたいなって思いました。すごい楽しかった。今年の夏はもうズンバ漬けでね、楽しかったです。でその分走れなかったけど、ハワイの準備を少しずついろいろ進めていって、今はねスーツケースをどれで行くか悩んでいます。お母さんのところからスーツケース2個ねもらってきて、あと家にあったスーツケース、今全部で3つあるんだけど、大中小っていう感じでね、そう悩んでるの。どうしようかな、台で行ってお土産を詰め込んで帰ってくるか、それとも私は2個持ってって片方空っぽにして、なんかあの自然食品店のお菓子を詰め込んで帰ってこようかなとかね、いろいろと今悩んでます。でなんか初めて分かったんだけど、アメリカに行く場合はあのテロの関係で911の後スーツケースに鍵をかけて預けちゃいけないんだって。何かあった時にすぐ開けられるように鍵をかけちゃいけないっていうのと、かけるとしてもアメリカが認証している TSA ロックっていうのかな、
その空港の人がマスターキーを持ってるやつで開けないと、開けられる鍵じゃないといけないっていうことが分かり、うちのは古いからそういうのじゃないのでね、どうしようかって、ベルトをかけようかとかね、まあ、ベルト意味なくないとか、いろいろね、そういう話をしながらね、悩んでいるところです。でも考えるのが楽しい。で、図書館で借りたハワイのね、海の本ちょっと家でコピーしたり、カメがいるビーチに行こうかなとかね、あとノースショアの地図と、あとここね、ププケアっていうね、あの岩場のところ行きたいなと思って、これをちょっとね、プリン抜粋してコピーしました。よいしょ。それと、あと父から電話かかってきて、さなえちゃん YouTube やってるんだってって、どこかからね聞きつけて教えてほしいって言われて教えました。教えた、うん、ちょっと困ったと思ったんだけど、まあね、うん、まあ聞かせられないようなことは話してないからまあいいかなと思ってね、教えました。そしたらなんかマラソンの話してるのが嬉しかったみたいでね、いろいろと電話かかってきてアドバイスをもらっています。それと、父の、ね、奥さんと電話で話をして、まあ、父が86、今年87かな、で奥さんが69歳なんだけど、リハビリね行って、父がだいぶ元気になってきたみたいで、あとあのステップ台、家でやってるのがすごい効果的だったみたいでね、リハビリに行って、そのリハビリ先の理学療法士の先生から、もう普通の人と変わりないぐらい歩けるようになりましたねって言われたらしいの。なんかそれが嬉しいって言って帰ってきたって言ってね、奥さんから聞いて、あ、私も良かったなと思ってさ、やっぱりあの歩くのはしてたけど、ルームランナーみたいにね歩いてたけど、やっぱり足を上に上げる、こういう動きだよね、この大腿四頭筋をこう上に上げるっていう動きが父にはすごく効果があったみたいで、すごく歩けるようになったっていうことで、よかったなって思いました。やっぱりね、80後半になってもそうやって筋肉を鍛えると体動くようになるんだなと思って、すごい希望のある話だなって思いました。それとあと、もう楽しみでワクワクしてるんだけど、栗よ、ついに栗が直売所に出始めました。わあ。なんでね、分かったかっていうと、一つはね、町に生えてる栗ズンバのサークルに行く途中に栗林があって、そこをずっとウォッチしてたの。夜通るんだけど、ちょっとだけこう寄ってね、あの、そしたら栗の実が落ち始めてたのよ、ちょっと前から。あ、これは出てくるなと思って Facebook で直売所の情報をチェックしてるんだけど、そしたらついに今年は栗がね、新物出ましたって栗の写真があったから、もう浮き足立っちゃってさ、で家の近くの直売所にあるかどうか分かんなかったから、もう早速昨日電話して、栗ってありますかって聞いたら、今日はないけど、日によって、1袋とか2袋もう出始めなので、1個か2個ぐらい来てますって言われて、お店の人にもまだちょっと早いかなって言われたんだけども、気持ちが抑えられなくて直売所に電話しちゃって、これからよ、これからもう本当にどん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 出てくるから、やばいやばい、もうこんなにね、栗一つでこんなに幸せな気持ちになれるのかって思うぐらい、もう今ね、ぷわーって、ね、栗で頭の中がいっぱいです。でも私がね、やばいやばい、栗が出てきたみたいな感じで話してたら、夫からさなえの方がやばいよって言われて、なんかね、ちょっとこの異様なテンションに夫が引いています。今食べ物の中で一番好きなものは栗。またね、栗の紹介をねしたいと思います。それで、今日の洋服は、これはスポーツクラブウェアね、この後ズンバ行くので、
今日はズンバウェアじゃなくてね、これは買ったランニングウェアとこれです。これお母さんが生協で注文してくれたあのド派手なレギンス、意外と緩くてゆるゆるで、だけどねダボっとはしてないから、あちょうどいい感じだなって、涼しい、薄いしピタッとしてないからね、涼しいなと思って、これ良かったな。それと今日の飲み物はいつもの常温の水にビタミン C を入れましたね。水をいっぱい飲んで、この夏は本当に飲まない日は飲むの忘れちゃったなって思うんだよね。結構ね、飲むの忘れちゃった日はなんとなくやっぱ調子悪い。あのガブ飲みする必要はないけど、もう定期的に水分はやっぱり取らないと熱中症気味になるなっていうのね思ったので、みんなも気をつけて水はちょびちょび飲んでください。で、今日はあれ、さっき晴れてたのに曇ってきちゃった。晴れてほしい。曇りだけど完全に晴れちゃうと暑いからね、ちょっと曇ってるぐらいがいいのかな。あでも最高気温は36度です。暑いね。さっきゴミ捨てに行ったらまだちょっと涼しかった。だいぶあの真夏に比べると、あのお盆のあたりに比べると朝晩が少しね涼しくなってきたかもぐらい、それがちょっとね嬉しい。で私もやっぱりね目が覚めちゃうのよ、目覚ましの前に、ラジオの日は遠足の前のみたいなね気持ちで目が覚めちゃって、なのでねみんなも楽しみにしてくれてたらいいなって思うのと、あと私と一緒にね体の声心の声に耳を傾ける30分にしてもらえると嬉しいです。最後までお付き合いください。はい、それでは今週の肌の調子に行きましょうかね。さなきち今週の肌の調子、わと今週の肌の調子なんだけれども、いいです , 笑っちゃう、つい笑っちゃうんだけど、いいです。やっぱりね運動三昧がね効いてるみたいで、肌が顔と首はねすごい調子いいです。手はねあるんだけど、とても今いいです。あのねズンバの発表会行って、その日打ち上げで、月島もんじゃ、米粉のもんじゃのお店にね行きました。すごい美味しかった。もんじゃを食べたのは多分人生2回目ぐらいで、食べ方とか分かんなかったけど、お店の人が焼いてくれて、そうすごい美味しかった。また行きたいなって思ってます。あのお好み焼きね、米粉のお好み焼きも食べた、すごい美味しくて、でそこでいろいろサークルの人たちとたくさんおしゃべりしたんだけど、いやいやいや本当あの私の事情何にも知らない人たちなので、何にも知らない、あ YouTube やってるとかももちろん知らないし、私の素性も知らない、ただ本当ズンバだけでつながった人たちなんだけど、アトピーのこととかも全然知らない人たちね。めっちゃ肌褒められたの。あサナピって呼ばれてんだけど、サナピってすごい肌綺麗だねって言われて、あと赤ちゃん肌って言われました。赤ちゃんの肌じゃないあなたって言われて、それであそうなんだって思ったので、私あのアトピー良くしたくて今一生懸命運動してるんですよって言ったら、って言って、それで1年前肌がすごいひどくて、1年前の写真を見せたらもうみんな大仰天しててさ、そうなの、そうなのってな、何してんのって言われたの、何してんのって言われたんだけど、いやもう今全然ね、あの化粧水も乳液もあとクリームとかも何にも塗ってないんですっていうふうに言ったら、もう驚愕の連続、日焼け止めはとかいろいろ質問詰めにあったんだけど、日焼け止めも塗ってない、日傘かね帽子でやってますって。そうだから意外とアトピーの人って肌がきめ細かいっていうかさ、あの良くなってくるとね、
何にもしてない人も多いじゃん、まあ、私と同じ感じでねやってる人だと食べ物気をつけてこうなんか塗ったりするとかね、なんかあの外側からっていうより内側からっていう人も多いと思うから、今まで何にも塗ってなかった分肌が、あ、なんだろうねピュアっていうかな、素の肌に近いのかなって思ったりしました。長くなっちゃったけど、そう、それが久しぶりにあの人から肌きれいって言われた。あの前ね、あの一時期肌が落ち着いてた時は言われたこともあるけど、最近あの去年の悪化もね、自分の中では本当大変だった記憶として残っている中で、あの全然知らない人から肌きれいって言われてすごく嬉しかった、嬉しかったです。それで見せると、まあちょこちょこあるよ、このボツはあるけど、おでこがさ、シワがだいぶ減ってきた、うん、あの深めのシワが浅くなってきて良くなってきたのと、それとほっぺがピカピカ、ほっぺがピカピカでね、首もね、あ、なんだろう、あのシワが目立たなくなってきた。だからやっぱり、まあ、筋トレと有酸素運動の効果だよね。この口の口角炎はね、もうこれしょうがないあるんだけど、あとは全体的にすごく良くなってきて、腕のこの内側もちょっと傷はねポツポツあるけど、なんかだいぶ良くなってきた。このね、ここも、まあね、長いねここね、すっかり綺麗には治んないけど、でお腹は相変わらずよ、お腹はねもうほらボツボツがいっぱいあって、これはかゆい、かゆいけど、まあしょうがないと思ってあるなって思いながら共存しています、これね、お腹とは。特にこれで思い悩むとか、うん、ないし、嫌だなっていうのもない、ここは見えないし、まあ自分でも忘れちゃうし、かゆくなければね、でそういう感じでね、手今なんかやるとやらかすとみんな手に出てきます。首はちょっとここがね出口になって、ここからも出てくるけど、というのもね、あの記録しといたの、食べ物で出てきたのは、先週ね冷やし中華食べた の、 あの家で自分で米粉の麺で、生活クラブで、ごまだれと醤油だれみたいなね、ポン酢みたいな買ってきて、タレをね買ってきて食べました。中華だれがね甘かったのよ。前も甘いの覚えてたっていうか、忘れちゃったんでね。前も全く同じことやった。あ、そうだ、これ結構甘いんだと思って、でも冷やし中華がすごい食べたくてさ、やったら、やっぱりその甘みの影響で、手がね、ちょっとグズグズになって、今これ治ってきたんだけど、この関節一通り割れて、そこから汁が出てきました。ここよ、ここ。久しぶりに表側にも出てきて、薬指のね、第一関節のとこ、ここぐずぐずになって肉が崩れて、汁がいっぱい出てきました。で、あとおでこね、ちょっと痒くなって、で、あとお尻も小爆発したんで、で、その日はね、夜ね、夫が、頭が痒いって言って、そこにリビング入ってきたの、私の部屋の。頭がいい、なんでかなって言ってるから、なんか食べたかなって言ってるから、で私ももうすでに手が痒くなってきてたからね、あ、それごめん、冷やし中華って言って、冷やし中華のごまだれって言ってね、だいたいなんか食べ物同じもの食べてるから、私の方が先に痒くなっていろいろ汁出たりして、でまあ私は自分のことだけっていうかさ、まあ自分のね体に起きたことを観察して、あれかなこれかなっていうふうに考えてるんだけど、そうすると時間差で大体あの夫がなんかポリポリポリとか、お尻とかポリポリとかしてて痒いとか、時間差で同じもので痒くなってるっていうのは大体うちのねパターンね。そうだから、それで2人でちょっと痒くなりました。で昨日の夜はね、
この小指がここ割れてるとこ、ここめっちゃ痒くなって、寝てる時にすごい書いて悩むんだよね。書いた後そこがすごい気になって、本当一番いいのはあのティッシュを巻く、巻いてピタッて巻いて、マスキングテープで止めると痒みが落ち着く。私の場合はね、落ち着くからそれやればいいんだけど、起きてきてやるのが、まあ、目が覚めちゃうじゃん。だから昨日はね、痒いままうつ伏せになって体の下に挟んでる、ギュッとしてね寝ました。昨日はね、そう、昨日はライフに買い物行って、ビオラル入ってるじゃん、ライフの中にちょこっと。そこでね、おせんべい買ったりしました。ビオラルのね、おせんべい。まあ、おせんべい、あれかな、結構な勢いで一袋完食するぐらいな感じで、まあ、二人でね、夫と食べたけど、私の方が、さなえの方が量食べてるでしょって、また。バレちゃって。いっぱい食べたから、まあ、ね、サラダ味だからね、揚げてないけど、あの油でね、味付けしてるからさ、それかなって思ったり、なので、ね、手はかゆいけど、でも首と顔は調子いいから、元気です、元気。ね、別人みたいに、もう肌がね、こんなに変わるのが、うん、不思議だなって、うん、思ったかな。人からね、肌綺麗って言われて、あ、そういう風に見えるんだと思ってね、不思議な感じでした。うん。でも単純に嬉しかった。まあでも本当みんなさ、そのサークルの人たちとかスポーツクラブの人たち、いやみんな元気で、すっごい運動してるから。うん、やっぱりね、運動はすごい。運動はね、長生きの秘訣だし、若くいる秘訣だなって本当に思う。ね、年齢とかみんな言わないけど、多分私よりすごい年上なんだろうなって人たくさんいるし、でも全然私よりもうめっちゃ動けるしさ、ね、あのスポーツクラブにも83歳の人、ズンバ、83歳って言ってるかな、ズンバ出てる人、よく話するの、話しかけてお話しして、でその人みんなに信頼されててさ、みんなから相談されたりとかさ、すごいさっぱりしたいい人なのよ。そう、それで話しかけてさ、あのペットの話とかね、いろいろしてするとね、話し終わった後にありがとう、話しかけてくれてありがとうっていうの、その人、あ、こういうところだよなって、この人が他の人から好かれてる、全然 なんかね、卑下した感じがないくて爽やかなんだよね。なんか憧れる、憧れちゃう、こういう人になりたいなって思う、新しいねあのすごい年上 あのモデルができたなと思ってね、それがすごい嬉しいです。でみんなも肌の調子どうですか。暑さ、もうニュース見るともうね、暑さのニュース本当に連日やってるけど、この暑さでどっちに行ってるかっていうのはね、あると思うね。汗がいい方向に作用して良くなってる人もいるかもしれないし、まあ本当に汗がきつくてね、しんどいっていう人もいると思う。あとまあ体調ね、まあ、アトピーの人じゃなくても本当に暑くて、いや友達の周りの人の話とか聞くと、あの体調崩してる人多い、うん、多いよ、この暑さね。あの特にあの年配の人とか、そうだから気をつけようね、お互いね、大事にしましょう体を。あ、ぜひね、近況報告とか体調とかね、あのコメント書き込んでもらえると嬉しいです。それではお便りコーナーに行きましょうかね。お便りコーナーはいつもの作詞作曲にえりちゃん、さなきちラジオテーマソングのベストフレンドをかけて途中からお便りを紹介したいと思います。一緒に歌ってもらえると嬉しいです。声聞いたら自分に帰っている。
便りを紹介したいと思います。まずゆみちゃんからいただきました。さなきちさんこんにちは。いつも前向きで明るく捉えるさなきちさんに励まされています。 YouTube に出てくるお部屋もさなきちさんの明るさと素敵さが出ていてとてもいいですね。これからも楽しみにしていますというね、ゆみちゃんありがとう。嬉しい。前向き、前向き、前向き、前向きかな、前向きな落ち込むこともあるけど、ちょっと最近悩み事ってほどじゃないけど少し気持ち落ちることあったけど、あ、落ちてるな今っていうね、ちょっと観察するっていうのは癖になってるから、観察しつつやり過ごすっていう感じでね、やっています。でね、部屋を褒めてもらって嬉しいです。このもう植物が本当大きくなってきていて、昔の動画見ると後ろのね、これちっちゃいよ、もっとちっちゃいし、ハイビスカスも増えたし、ゴムの木も増えたしね、これで家の中がグリーンでいっぱいになってるのが私も気に入ってるし、あとこの赤いね扉、これ昔なかったのよ、ここなくて、これ DIY で塗りました。やったのね、すごい気に入っています。で、実はそこにテレビがあるじゃない、これね、もうずっとテレビね、もうこれ処分しなきゃと思ってるんだけど、テレビねつけてません。もうかれこれ2年以上つけてなくて、テレビ見ないからさ、だからあそこね片付けたいなと思って、そのままになっちゃって、そう、これね私のお城です、このね家の中、ここで仕事して、そっち側にキッチンがあって、もうすぐ仕事とキッチン行き来できるようにしてね、気に入ってます。褒めてもらえて嬉しい。ゆみちゃんありがとう。でお便りね、もらったお便り、ひろみちゃんからいただきました。さなきちさんこんにちは、筋トレが良いとのことですが、具体的にどんなことをどのくらい回数時間をやってらっしゃいますか。自分なりにトレーニングをしていますが、なかなか結果として出てこなくて、参考にさせていただきたいです、よろしくお願いします、というね、ひろみちゃんありがとう。結構こういう人いるんじゃないかなと思って、私のね YouTube 見て、あ、筋トレいいんだと思ってね、やってみてるけどなかなか成果が出ないっていう、まあ筋肉がついてくるっていう成果はあるかもしれないけど、私たちが欲しいのはやっぱ肌への成果が欲しいんだと思うんでね、結果が出てないっていうのはそういうことかなって私は想像したんだけど、それで私お返事しました。お返事もして、まあ、YouTube でもね伝えようと思って自分でももう一回整理してみたの、自分の筋トレ法っていうのを。でね、書いたの読むね。こんにちは、私はだいたい週3くらいのペースでやっています。肌への効果を感じたのはやっぱり高負荷の重いものに挑戦するようになってからかな。なので無理せずに少しずつ重くして、フォームも体を痛めないように YouTube などで勉強しながらやるといいと思います。一緒に頑張ろうっていう風に書いて、ホルモンの分泌を増やすコツまとめましたっていう風にしたので、私ももう一回、まあ、ちょこちょこ筋トレのこと調べて、ストック情報ねストックしているんだけど、もう一回ね間違えたことを伝えちゃいけないと思って、もう一回ちゃんと調べて、ポイント3つあります。でまず1つは、高強度の負荷で行うっていう、つまり重めの重さでやるっていうことなんですけど、それが、10回できる限界ぐらいの重さが理想って書いてあったの。だから軽いのよりも、まあ、重め10回ぐらいでやっと10回できるみたいなね感じの重さで、が理想っていうふうに書いてあって、まあ、ただこれはね重いのをやるときはフォームがすごく重要で、膝とか痛めるからさ、YouTube で調べてみる、筋トレダンベル初心者とかってやると、膝を前に出さないようにとかいろいろねあるから、それ見ながらやって、本当に調べてみてください、調べると出てくるから。で、私はねスクワットをやるの、あと大きな筋肉鍛えるといいってこと、つまり体の中で一番大きいのはさ、この
ももの筋肉だから、でダンベルね、寝室からダンベルを持ってきました。私がどのくらいの重さでやってるかっていうと、これね、これ片手これ持ってるの、片手これ 5キロ5キロで、この棒が多分1キロか2キロぐらいあると思うね。これを両手に持ってスクワットしています。でスーパースロー、重いからね、もちろん早くできないのよそもそも。これを2つ持ってこうやってねスクワットしています。最初はさ、これ持ち上げるのも大変だったんだけど、今もうあのスッとではないけどうんしょって感じで持ち上げられるようになって、これね、これでやってます。両手に持ってやってる。でこれをやるようになってからやっぱり肌の調子良くなってきたし、で家でトレーニングして、合間でスポーツクラブでもさ、トレーニング、筋トレのエクササイズのクラス出てるから、そしたらね、かなり重いのでやってるから、スポーツクラブでいつものやつで持ったらすごい軽くてさ、だからやっぱ筋肉ってね、成長していくんだなって思いました。であれを両手に持って、私はスクワット10回を3セットやっています。であとこうね、腕系は片手6キロで12キロでやっています。もうスーパースローね、スーパースローでゆっくりやる。でゆっくりやるのも3つのポイントの中に入ってないけど、ゆっくりやるのもコツです。ポイントの2つ目は複数セットを行うっていうことで、10回を1回で終わりじゃなくて10回を3セットで、しかも、ポイント3つ目は休憩時間を短くするって書いてあったの。だから休憩時間はだいたい1分ぐらい、だきついよ。これで10回持ち上げてやった後さ、1分休んでまたすぐ10回やるから、もう3セット目なんかは本当に8、9、10回あたりはできない感じなんだけど、それでやっています。大きな筋肉を動かすと成長ホルモンの分泌が盛んになるっていうふうに書いてあって、でそれは私も自分で実感してる。大きな筋肉意識して鍛えるのと、重めでやるようになってからさらに肌が良くなったから、そう、それでやっているので、ぜひね、みんなもダンベルをなんとか入手して、ホームセンターとかで買うといいかもしれないね。ホームセンターで買ったり、まあ注文、アマゾンとかで注文してもいいと思うしさ、ちょっとこうバリエーション、重さのバリエーションできるもの持ってやってみてください。そうすると変わると思うから、うん。で筋肉ね、筋肉鍛えて肌を良くする。あきとくんなんかもさ、筋トレしてたよね。そうだよねって、よくなるよね肌っていう感じで、やっぱり筋トレが効果あるっていうのは自分がやってみて実感しています。本当に実感してる。だから私はこの肌に良くなる、ね、肌が良くなる一つ目の成功体験はランニングなのよ。ランニングをして汗をかいて肌良くなったっていう経験はあるわけだから、どうしても私的にはね、辛い時に走るっていう選択を今まではしていたんだけれども、まあ、今回スポーツクラブに入って筋トレのクラス出たりとかして、あと自分でもいろいろ調べて肌がどんどん変わってったからさ、だから今はランニングの効果よりも筋トレの効果の方が私の中ではこう評価が高くなっていて、ね、これはずっと続けたいなって思ってます。でさ、出るホルモン調べたらさ、やっぱりすごいんだよね、筋トレの出るホルモン、まあ、成長ホルモンとかテストステロン、あとセロトニンっていうね、幸福ホルモンって呼ばれてるのも出るわけでね。私それ実感したのは、さっきちょっと落ち込むことあったっていうか、落ち込んでるって言ったじゃん。落ち込んでたのよ。落ち込んでて、あ、落ちてるなって、たまにこうやって落ちるなって思いながら過ごしてたわけ。まあでもね、淡々と生活はしてるからさ、今日筋トレの日だと思って筋トレしたわけ。これ重いのでね、30分ぐらいやりました。そしたら、いや、これはセロトニンの効果なのかなって思ったのは、やっぱりその落ち込む気持ちがすごい緩和されて元気になった元気になった、まあ、テストステロン、やる気をね出すホルモンでもあるし、その男性ホルモンで、幸福ホルモンで、あ、うん、
って今の私のままでも大丈夫じゃんっていう感じに思えて、やっぱり筋トレってこういうメンタル面にも効くんだなっていうふうに思いました。体の声を聞きながらっていうのは筋トレしてるとしやすいなって思って、体の声を聞きやすいなっていうふうに思いました。みんなも自分の体を鍛えるっていうか、運動するっていうのはね、すごくやっぱり大事だなって、生きていく上で大事だなって思うから、激悪化してる時は難しいかもしれないけど、まあ、ちょっとずつね、涼しいところで筋トレするとか、汗かかないようにして筋トレするとかいうのでもいいと思うから、うん、ぜひ生活の中にね取り入れてみてください。はい、それではそんなところかしら。今日はこれからね、スポーツクラブに行ってきます。スポーツクラブ行ってズンバしてきます。じゃあ、あずきさんを出しましょうかね。そう、今日ね、ズンバの後、ヨガの先生のクラスいつも出てるんだけど、その先生がお休みで代行だから、走るか、まあでもちょっと今日は走んないとこかな。まだ疲れてるから。ね。はい、じゃあ、あずきさん、出しましょうかね。出てくるかな？早くなった。はい、それでは止まっちゃった。どうしたの？いつものフルコース行かないんですか？痛いよ。はい、それでは、みんなも元気でね、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また来週お会いしましょう。途中で終わりましたね。はい、それでは、さなきちとあずきでした。バイバーイ。おー、とん